はい、ゆうくんです。ですね、猫のももちゃんなんですが、どうもね、口内炎が治んなくて、口内炎、もう定期的に薬を飲んで、口内炎を抑えるみたいな、っていうふうに先生に言われてですね、それで、前に、青い薬、錠剤ね。ああ、今はね、錠剤の前に、このね、ジェル状のね、お口を、の中を、きれいにするっていう、雑菌が増えないためのジェル。これをね、やってるんだけど、前に錠剤をね、錠剤だったら、元から口内炎を倒すっていう薬、で今ジェルなんだけど、錠剤があって硬くてね、それをね、細かく砕いて、であげてたんだけど、餌にちょっと置いといてね。でもね、うまくそれをね、ももちゃんはちょっと薬だとわかるんでしょうね。省いちゃうという。ということで、錠剤を粉状にしてもらいました。というか、粉状にできるんだったら最初から粉状でくださいみたいなね、そういう感じなんだけど、まあいいや。ということで、でね、この粉状にした薬とか、餌に混ぜていいですということなんで、今回は、混ぜたいと思います。では、いつものようにですね、猫の大好きな、チュール。はい。これをね、このお皿の中に入れます。で、入れて、ですね。はい。このように入れました。で、ここに青い薬。粉状にした薬を入れます。入れると、こんな感じになるので、混ぜます。はい。混ぜます。混ぜてもね、やっぱり、微妙に、どうなんだろうな、味が変わるのかわかんないけど、あんまりね、チュールは好きなのに、あんまり食べなくなったんだよね。で、あと、これ、ジェルも入れます。はい。入れました、ジェル、今ここに。この透明なやつ、これジェルです。このジェルも混ぜます。はい。それで、今回はね、猫ちゃん牛乳。これもあげます。少しだけ。はい。ということで、牛乳。猫ちゃん牛乳も入れました。で、これで混ぜ混ぜして、ジェルも入ったし、青い薬も入ったということで。これで、食べてくれるかな、どうかなっていうことです。はい、では、ももちゃんの部屋に来ました。食べてくれるかな。